赤番のホームで4番、角口誠也南関東勢に6番の内村哲也がつけ続けて残り2周回この4番、角口が前島を抑えて先頭に立ちました今日は下げていく3番、前島京平は4番手南関東勢が4番、角口2番、渡辺福太郎の主導権で6番、内村哲也は終始乗っています残り1周半の地点3人受けて3番、前島4番手前後ろが入れ替わって先頭4番門、角口 2センター踏み込んでいきます3番、前島恭平5番、小寺が追走して口を開けた1番、宮原栄治は再度関東勢を追っていきますがまた離れていきました4番、門口も前から突っ張る残り1周回主導権争い前島と門口後ろ2番、渡辺福太郎前島恭平は出られるかどうか5番の小寺が連結外していますさあ先頭4番、門口誠也最終バックを通過した前島が外並走を続けながら現在は2番手その後は後方から5番の小寺信弘も追い込んできて内は1番の 宮原英二も追い込んでくる。さあ、三番、前島、外、五番の小寺信弘、抜き去って降臨。三着一番の宮原英二。